サッカーファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。まもなくエキシビションマッチが始まります。京都パープルサンガ対ジュビロ磐田、生中継でお送りいたします。天候にかかわらず同じコンディションでプレーできるスタジアムは素晴らしいですね。緑の芝に紫色のユニフォームがひときわ映えます。京都サンガ、ホームの京都パープルサンガ、スターティングイレブンは藤吉、武田、ダニエル、山口、隆行、松橋、大熊、西田、野口、平岡、カルロス、森下。続いてアウェーのジュビロ磐田、スターティングイレブンは大上、アジューソン、福西、鈴木、服部、ドゥンガ、奥、藤田、七海、中山、アレサンドロ。さあ、まもなく熱戦の幕開けです。画面に向かって左から右へ攻めるのが京都パープルサンガ、反対に右から左へ攻めるのがジュビロ磐田。さあ、まもなく90分に及ぶ戦いの火蓋が切って落とされます。武田、アジウソン、武田、アレサンドロ、中山、中に、ゴール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 、中山頭で決めた。ジュビロ先制のゴール、声援鳴り止まず。素晴らしいプレー。さあ、気になるシーン見てみましょう。武田、おっとイエローカードですね。無然とした表情。中山、さあ上がってきた、奥、ドゥンガ、七海、服部、七海。さあ、これは右からセンタリング、シュート、ゴール。武田決めた。サンガ同点のゴール。サポーター大喜びでしょう。さあ、気になるシーン見てみましょう。アレサンドロ、大熊、藤田。前半終了ですね。1対1、これまで同点です。中山、華麗なパスワーク、カルロス、武田、細かくつないで、
七海。さあ、前半動きすぎでしょうか。ナイススライディング、藤田、アデューソン、奥、西田、石田、華麗なパスワーク。両チームとも疲れが目立ちます。服部、藤吉、中山、藤吉、藤吉、ロスタイム突入。ホイッスル、延長戦ですね。ダニエル、ナナミ、いいパスだ。アレサンドル、イエローもやむなしか。セットプレーからの攻撃、大熊、ここはカット、カルロス、これはいけませんね。山口貴之、大熊、フォローが欲しいぞ、フォローが。武田、左、倒してしまいました。ラストチャンスか。セットプレー、カルロス、藤吉、よく取りました。アレサンドル、大熊、藤田、アレサンドル、ここでホイッスル、延長戦前半終了。さあ後半です。中山、藤吉、シュート、難しいボール、よく処理しました。カルロス、奥、
藤吉。これはデンジャラスなプレー。ラフプレー、感心できません。アジンソン、助走を取りました。アレサンドロ、途中でカット。さあ、インジュリータイムです。勝負がつきません。 PK 戦です。サンガの1人目は藤吉。これは止められません。ジュビロの1人目はアレサンドロ。このミスは致命的。武田、ダニエル、ナナミ、山口孝之、4人目は藤田。狙いすぎですか。笛です。試合終了。サンガ PK 戦をものにしました。いやー、それにしても見応えのある試合内容でしたね。もっと見たい、わかります、そのお気持ち。この試合の模様は今晩11時からの KCE TOKYO カルチョーディリツヨーにてダイジェストでお届けする予定です。お見逃しのないように。実況はジョン・カビラでした。それではまたお会いしましょう。 Have a good evening.